頭。どれ？これか。めっちゃダサなった。おっそすー。レッドフォール、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続きやってまいりましょう。とはいえまだまだどうなのかな。サイドミッションはまあほっといたとしても、メインミッションまだまだあるんかな。なかなかにボリューミーではありますけど、ああメインミッションだけでもまだこんだけやらなあかんってことなんかな。どれから行こう。やたらと分かれてはおりますが、屋根裏の真実、プラッティ・トム、ゴリム中、東大行ってみよう。ね、これにしますわ。船を海岸線に近づかせないためにあるのよ。うん、光を取り戻せばレッドポールに近づかないようにできる。うん、簡単でしょ。東大の管理人はクズだけど、カルティストの管理人になってあのランプを持って行ったの。はあ、家を調べてみて。それじゃあ頼んだわよ。うん、東大に光が戻ったらまた人の命を助けられるかもしれない。よくわからんけどとりあえず東大行ってこいってことだよね。東大はどれ？エラリー、サンズ、ボリンジャー、これ関係ないな。これか？あ、そこ。また微妙な場所。それはその水のエリアはどうやって行くんだい？一旦まあそっちに向かってみましょう。行きまーす。喋りかけられたけど行きまーす。ってことでこっちか。あ？こっち方面ってあんまりまだ数えられるぐらいしか行ったことないよね。あ、弾補給すんの忘れた。ちょっと弾補給すんの忘れたね。セーフハウスがそうなると途中で生きてんだが、ここにセーフハウスあるし、こっち飛んでみるわ。こっちから行ってみよう。弾の補給は大切です。ドゥドゥン。弾どれだ、これだ。よし、ここのセーフハウスのミッションも一応受注はしてやっといた方がいいのよな。前みたいになんか結局全部倒さなあかんみたいな時もありえそうやもんな。セーフハウスのやつ、これはどっから行ける。こっち側から回るべきかもしれんけど、湖のところを突破できるかどうか、ちょっとこっち行ってみましょうかな。ちらささどうだ、こっち側から行くぜ。ででい、よし、でででいのまままっすぐ。ひょっほっ。吸血鬼？あそこにでもカルティストもいるな。無駄な戦闘は避けていく？こ、降りれる？降りれないとちょっとまずいんだが、当てていけます。大丈夫でした。ささっ、こっち行く。ささっ、
とこのまままっすぐ。いや普通に渡れそうやな、なんか行けそうな気配。カラス行ってこい。何か見つけてくるんだ。大丈夫やな。あれはカルティストとカルティスト2体か。やっちゃう。うっ、弾速。おい、いいね。よし、こういうところのスナイパーはいいね。あっちにもいるね。違うズームとかないか。この距離は無理。この距離。弾速。弾速。当たった。当たったけど生きてる。弾速。くそ。弾速分かりにくい。おっしゃー。あー、吸血鬼が。気づいたね。今からそっち行くから待っとってねー。よし、こっから行けるよね。から渡って灯台はあっち。あ、クリフシールドマリーナ、ちょっと近づいてまいりました。チラ、大丈夫。吸血鬼おったやな、さっきな。あれや、まあやったらこっち来るとは思うから一旦無視して。へっへっへっ。だだ、知らない。さよなら。大丈夫でしょう。奇跡だな。お、あそこだ。ファーストトラベルできるやつよね、これね。敵おまへんか。飛べ。何この史跡。大丈夫。なんか訳ありっぽい場所やけど、ここ。うわ。あは。ちょいちょいあるな、この場所。何に使うんか、よう分かっとらんけどさ。さよなら。何もないよね。行くわ。あいつは敵だ。はい。うわー、一発しないのかい。カンカン。そういえばまだ最近1ポイントだけか。もうちょっとなんかダメージ伸びてほしいんやけどな。あとストッパーできるとさ、その近くにいる敵が吹き飛ぶ。ウルトのやつやんな。時間長なある。ポイントもっと欲しいわ。ハンドガンとショットガンの弾薬、弾薬が伸びるんじゃなくて普通にダメージが伸びひんか。アサルトとスナイパーのやつ、これはいいかも。よし、アサルトとスナイパーよう使うもんな。手頃の借りを返すんだ。なんかいたわ、やべえの。でもこの先やんな。こっちからちょっと回り込んでいきまーす。いけます？こん中。あ、失礼。灯台森の家。灯台に行くんじゃなくて普通の家やったやんな。あれ、鍵がいる。ってことは鍵を持ってるやつが
どっかにいる？入れへんね。血の方に。いや、こん中は開くんかい。暗っ。えい、あいつだけかな。うっちくくにいました。ごめんなさい、そんなところにいると思ってなかったんです。あ、やば、来る。大丈夫。はい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 、全然当たってない、全然当たってない。あぶね。リロードなんてしてる余裕ないから。オールクリア。で、お、オールクリア。私も諦めない。だからみんなも頑張ってくれ。うるせえ。また太陽を見られる。うなぎフライじゃなくて、うるせえ。ここで何をゲットすんにゃ。なんか探してこいってことやんな。暗いな。裏からも開けられへんの。あ、鍵あった。マニュアルがやたらとあるぞ。なんか鍵で開けるだけ開けとく。出口確保、出口確保。2階か。あ、ザ・ブラッド・イズ・ア、なんか言ってるな。夢日記。私が薬物中毒なのかと思ってたけど、そうじゃない。なんもない。みんなが私なしじゃダメになったんだ。武器。わからん。わあ。他は？あ。この辺になんかある？あ、ある。ささっ、うわ。さっ、ありがとう。で、これか。灯台のバルブ、灯台のランプを差し込む。ん？灯台森と会うことなくランプを手に入れるっていう、なんか実績解除したけど。役に立ってこい。ほんまは灯台森と会う可能性があったってこと？あ、これで今度はこっち行くのか。灯台森と会うことなくってことは、どこにおったんだい。で、あそこに行けってことやね。行くね。ありがとう。吸血鬼おらんよね。シュワー。鳥を飛べ。さっ、さささ、さブラインん、ブライトンブリッジ。すん。敵の気配はなし。大丈夫。あっちだよ。ああ、何もなし。あ、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 すげえ銃声。パラ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 。どうした？なんかやってるな、すごい。吸血鬼。わあ。吸血鬼。一人。一人死んだ。ふい。ふい。俺こっちじゃ。バカだれ。魚振りました。あそこにとりあえず行くんやんな。できそうやな。もっと火力が欲しいな。てか他のキャラのな、ウルトとかもっと見たかったからさ、他のキャラがもっと簡単に使えたらよかったのにな。4人でクリアすんの前提みたいな感じなんかな。あれは何？まずは息を整えろ。
待って、あのマークなんや。49m向こう。いや、うん、てなんかレーザー、あ、行くんだ、虫あたり。わわわわ、タレットだらけ。なんかこっちに行かなあかんようになるっていう、そんな可能性。こっちは、は、あは、あ、あは、ここで灯台を復旧。あれ、ちょっと待って、俺入ったとこ、これ灯台じゃない？こっちから行くのか。灯台に併設されてる家やったよね。あ、ミスウィスパーがまた、わわ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 、めっちゃおるやんけこっち。でも上は意外と大丈夫なやついるな。どっかで戦わざるを。いや、あれ、ボッチャか。ボッチャなら、これでワンパンだろ、こら。バレた？あ、あ、なんか来た。あ、待って。どこの誰？どこの誰が？あれ、今は回復できない。なんで？うん、回復させ。できるんけ。何？やば、おっちゃんいる。おっちゃん、ちょっと待って、下からすげえ、ちょっと知らん。何食らってんのこれ。あ、ちょっとお前ら、よしちょい、ザコいっぱい来てる。まだウォッチャーいる？まだウォッチャーいそう。ちょっと待って、ウォッチャーどうこうよりお前ら、はいはい、やば。さリロード長い。まだ敵受付も来た。でー、今死んでる場合じゃないのー。くん、やば、回復、やばい、回復薬くれ。あ、まだ、いや、ウォッチャーいるね。見えてないかお前、俺が、やば。特別な吸血鬼を倒したじゃねえわ。やべ、あ、下の雑魚からやるべきやったね。まだいる、なんか、ここにいるんだ。誰？うわ、いっぱいいるやん。ウルト使ったら、ういうい、お前らちょっと、なんで当たってない、全然当たってない。なんで、ほら、バカだれ。はい、クローク使って、はい、見えない。はい、今お前ら俺を見えてないだろ、バカだれ。うん、リロード、ブン、ブンブン、ブン、ブンブン、ブンブンです。ブンブン、ブン、ケイ、なんとかたどり着けたかい。さあ、偵察の時間だ。はあ、危な、あ、衣装もらいました。頭、どれ、これか。めっちゃダサなった多分ダサなったもうちょっとなんかカラーを合わせてあげた方がいいかな。こっちの方がまだ似合ってる。バックパックも可愛いの背負ったよね俺ね。
これならまだ黄色が違和感ないかい。で上か、あっこのタイミングで敵とかやめてよ。大丈夫、ぐるーっと回って何もない。ついたよ、ここに。ん、上部のランプ、あ、これかつけて、オーン。これでお、メインミッション完了。あっさり、あっさりなのかな、ちょっと危なかった気したけど行けました。でゲットして、かすかなささやきとして感じられた。ああよっしゃ、あとは一旦帰る。さあ帰りので、肌が滑らかでも棘は刺さるものだ。無事なようでよかった。お、次のまたメインミッション、まあまあパッと行けてよかった。こうなるとどうしよう、屋根裏の真実。あ、おばあちゃん、うん、さっきの帽子かぶってる俺。こんなことになる前、地下リングの教会のパウエル牧師がなんだか妙なことをしていたの。はあ、彼は最初は緊張してるだけだって思ってた。はあ、でもどんどん違和感が増していったの。増していった。彼は屋根裏に誰も入れなかったし、はあ、夕食会の飾り付けもさせなかった。させなかった。だからだって彼は言ってたけど、私は屋根裏から声が聞こえたの。うん、今こんな最悪な状況になって、それがどうも気になるのよ。なるほど。ここに彼の家の鍵があるわ。夕食会の準備に必要だから借りたの。パウエルの家を調べてもらえないかしら。屋根裏の鍵は書斎にあるはずよ。おう。屋根裏に何があるのか確かめてちょうだい。おう。嫌な予感がするの。OK。と、それはどこ？これ違うもんな。ボリンジャー、サンズ、エラリー、牧師。これか。牧師、パウエル牧師、あそこやな。ってことは、せっかくやし、こっから行こう。またセーフハウスで弾の補給してんな。回復薬もだいぶなくなったもんな。どうも。ここのやつは受注してて、こっちがあれか。これを受注すると現在のセーフハウスミッション、あ、そういう感じになるのね。ってことはセーフハウスミッションは今更やけど1個しか受注できひんしようやったやんな。あー無理やろ、そらこんな状況でお祭りとか言うてるのがすごいわ。今年は無理ねとか言うてるぐらいやから、でも別に来年やったらいけるかなぐらいのテンションやから、すごいわこんな吸血鬼の世界でえ、今年だけはちょっと無理そうやけどみたいな、まあ、来年以降やったらお祭りできるかなみたいな、もうそんな状況ってことやもんな。すげえおばちゃん。で遠いぞ結構、向こうの方へ。はっ。さあ、偵察の時間だ。誰も？ほらへんな。マルチやったらやっぱでも難易度高いんかな。敵の湧き方とか全然違ったりするんかな。一応ノーマルモードでやってるはずやけど、全然ソロでもね、そんなに難しくないもんね。さあ、さっさっささっ。誰もおらん。
さ、あは、異常なし。はっ、ちょっとウルト使ったから補給しときます。よし、こっちだね。まだと70m、あの家か。ここっぽいですけど、何か見つけてくるんだ。敵の気配はいるやん。まずは息を整えろ。息を整えるじゃなくてライト消して。あー、そうか、これダメージ当たるんでした。ごめんね。ミーティン、こいつらだけか。は、次に備える。反応なし。パッパカッ、落書きが、今宵も落書きがすごい。さっ、なんもないね。テキストが多いね。ピアノから離れてるのに音鳴ってんの怖いね。ささささで上やな。異常はないですか。ないけど落書きがすごいよ。落書きの度合いがすごいのよ。屋根裏どっから行くんや。お？お？お？そんななんかアイテムとかじゃないよね。お？パウエル牧師の家で、屋根裏部屋の鍵、鍵、あ、すごい、なんかお金になりそうなのが。あ、こんな時代だからね、今こういう状況だから普通にいいよね。鍵はねえな。事務所、あ、これか。鍵で屋根裏っつってるから上やんな。旅行カバン、あ、回復ありがとう。お、屋根裏への入り口が、ありがとう。まず見つからへんよな。普通は廊下に大体あったりするんじゃないの、屋根裏へのって。ん？どこや？別の場所行く？え？あ、パウエル牧師の家で鍵だけ取って教会に行くのね。全然ちゃうやんけ。教会の屋根裏部屋の鍵だけここにあんのか。え、鍵忘れてもうたってなったらどうすんのよ、逆にな。家に置いてんじゃねえ、鍵だけ。で、あっちだね。あ、動物病院とかあったとこらへんか。前一回なんかどっかでやられた記憶があるけど。あ、大丈夫だよね。いるね。当たったね。ごめんね。さよなら。カラス攻撃してまうってあれやな。適当にやると良くないな。微妙に当たらんようにカラスをやらなあかんってことやんな。
そういうデメリットが出てきてももうこれを解除することはできへんってことやな。あぶね。で来ましたぜ教会。ここはここの屋根裏に行くんやんな。少しは働け取り当たる。ドカーンって当たんねえよ。チッカリング教会。こんにちは。屋根裏部屋に用があるんですけど。ああもうたまにバキンってあれなのやめて。ぬいぐるみと取れないアイテムじゃないのか。なんか変な音せえへん。缶詰。なんかいる。チラリ。なんか音してるよねこの先。何か見つけてくるんだ。これは羊、牛、子牛。パズルとかちゃうよな。わ、血出てますよ。屋根裏に何かありますね。血液漏れがすごいですよ。ゲッチ。屋根裏の鍵が。あ、どっから入る感じだい。あ、ここの鍵やったんか。そういうタイプ。はっ。鳥を飛べ。異常なし。ささ、びっくりした。何？影の言葉なのだ。敵？敵やんな。ボクシーがや。あ、ボクシー、あ、ごめん。ごめん、そういうつもりは。そういうつもりじゃなかったの。やば。こんな狭いところで戦うの？ボクシー。ボクシーなんか普通の吸血鬼。ほんまにボクシー？ふいふいふい。やめて。へいへい。へいへい。近い。ボクシー近い。ボクシー近いよー。痛いよー。ボクシー、それずるい。それずるいな。ボクシー。シュッ、クソ。ここ、ほら。ボクシー、ほんまにそれ。ノーマル雑魚やったやん、でもボクシー。お、オプションのキャンペーンミッションすべて完了とかいう、なんか実績解除したぞ、今。あれ？カーンじゃないよね。え？わー、布かぶらされて、わーやけど、え？クリアじゃないよね。あ？どういう実績やったんや、それ。地域の問題？いや、そういう感じでもなさそうやけどな。まあまあ、一旦戻ってまた次のミッションやな。なんかあっさりミッションやったけど、よかったんでしょうか。たまにめちゃめちゃ長いミッションとかもあるからさ、バランスが。なんか一番右のやつが一番むずそうなイメージあるから、これズーン。鍵だ。お、ヤング博士、ミス・ウィスパーは以前誰かを閉じ込めてそのまま殺したんだな。鍵持ってる。これを持ってると息が詰まるな。ああ、壁を引っかきながら叫んでたのか。誰が閉じ込められてたのか知らないが、あんな死に方をするなんて。鍵は手に入った。はあ、だったら次はこの鍵で開く扉を探さないとな。ミス・ウィスパーは
あの霧の中に潜んで亡霊のように動き回ってるが、ああレベッカには奴を捕まえる策があるらしい。そうなの？沿岸警備隊の基地にある気象観測装置を再稼働して、うん、森の観測所にあるスイッチを入れるんだ。のんびりしてる暇はない。行くぞ、虫あさり。虫あさり普通にたどり着く。うわこっちの方かい。沿岸警備隊の基地にたどり着く、観測所にたどり着く。まあでもすぐ行けるか。変に雑魚がいっぱい出てきたりとかしなければまあまあ大丈夫だと思うんですけど、めっちゃ敵いますけど。俺が行くのは右。さよなら。さっきおらんかったのにな、あんなとこな。敵増えとるじゃないの。吸血鬼倒してんじゃないの、徐々に徐々に。全然減ってないぜ。不意打ちとかやめてよ。はいはいはい。何こっち。ブライトンブリッジ。ささ警察の時間だ。さあ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 、何の反応もないな。一旦さっきの灯台のとこ行くの。どっちが先とかある。沿岸警備隊の基地と観測所。沿岸警備隊の基地と観測所に向かい、全ての気象観測装置を起動しよう。どっちからでもいいってことよな。もうさっき一体、さっき一回東大森来てんやから、もうその時になんかやってくるよな。あれ ?800m? 違うわ。変なところにマーキングしただけやった。危な。危ねえ危ねえ。あれ敵いるやん。ちょっと待ってやん。はっ、さっきこの辺オールクリアとか言ってたんじゃないの。味方じゃないもんな。おい当たってない、当たってない。なんで、なんで当たらへんで。おいなんで。あめっちゃいるやん。イエイ。待って、スイ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 、めちゃめちゃおるけどさ。こいこい。どれが中におってどれが外におんのか。であれは何。あお前ちょっとちょクソエム、クソエムでした。あれ何よ。吸血鬼破壊してよかったのかな。あふう、これとあいった。もういるね。ショットガンだよ。全然当たらへん。頼むぜ。あいつらは外やんな。これはドゥン。どう行けばいい。ません。そっちから。こっちから行けます。いっぱいいるけど、ちょいちょい吸血鬼いるな。なんかお前ら倒していいよね。おい、イエイ。敵の反応なし。気づいてない。バカ目が。
紫外線って感じなのかな。紫外線で吸血鬼たちがやられてた感じ。どうした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 。俺こっちやで。俺ここやで。おい、そこら辺になんかいるな。吸血鬼はやめてほしい。あ、でも UV ライトがこの辺出てるってことか。全然いけてるぞ。なんかで、この場所の何をすればいいんや。そっちにおるけど。こんにちは。おい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 、いや危ねえ。来い。チラからのこれを起動すんのか。オン。オッケー。あー、敵は敵でなんでオンにせえへんかったん。どういう立場のやつらな。その辺のお話感がよくわからん感じになってきてますけど。でー、 OK、 これでこの場所が OK で、もう一箇所にとりあえず行けばいいのよね。失礼。なんかビーム出てるねー。うっす、あ、そう、ちょちょ、お前、あ、そうなるタイプ。おい、やってくれたな。どうも、生きてまーす。さっきのところは一応クリアできてる扱いやから、ひたすら向こうに走っていけってことやね。さあ、橋を渡りきるところまでやってまいりました。あれがさっきの灯台やから、のまま向こうの方やねんな。この崖はさすがに登れへんよね。あの光は何だい。行ってこい、虫あさり。あ、セーフハウスあるわ。セーフハウスだ。これは解除しておきたいですよ。やけど、あ、またたまーにあるこの赤い煙で囲まれた地域。え、ジャンピングしてかなあかんやつかな。ほいおい、三発かかるか。あは、こいつだけ。おい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 、また吸血神とか来る。やめて、お前。クックックック。どうやって、え、さ、ここは食らわへんけど、電気を通さなあかんのよな。普通のセーフハウスの流れだとさ、まず電源を多分これ壊せないでしょ。どっかに電源がだからあるはずなんだが、ここ飛ぶー。よいしょ、いけた。あぶね。んで、あっ、電源がどっかに、あれ降りて大丈夫。はっ、オン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 。あ、いけた。あっぶねえなあおい。あ、なんかいっぱい叫び声聞こえたけど、
大丈夫？入る。オッケー。これで。何これ？変身。セーフハウスミッション、そのうちいっぱいやらなあかんのかな。これ受注したらもうこっちのミッションに変わるってことでしょ。サナギの元へ行く。こんな感じやな。まあ、優先すべきミッションではないと思うけど、前のマップの時には各セーフハウスのミッションをクリアしないと結局メインミッション進まんっていう流れがあったからね。どうなのかな。ってことでミッション途中ではありますけど、一旦セーフハウスに来れたってことで多分セーブはできてると思うんでね。あ、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。ある程度終盤には近づいているんでしょうか。それではまた、よろしくどうぞ。